ジャスティン・ウィルソンは、イギリス、シェフィールド出身のレーシングドライバー。身長191センチメートル、体重88キログラム。フォーミュラ、ボグゾールなどの買いカテゴリーを経て、国際 F3000 に出走し、2001年にはチャンピオンを獲得した。同年には、ジョーダングランプリのテストにも参加した。2002年には、ミナルディのテストドライバーとなり、翌2003年には、 レギュラードライバーの座を得て F1 に参戦した。しかし彼は191センチメートルという長身であったため、ミナルディは大きなモノコックを製作する必要があった。2003年のドイツグランプリ以降はアントニオ・ピッツォニアの解雇により、ジャガーレーシングに移籍した。同年のアメリカグランプリでは8位に入賞し、初の選手権ポイントを獲得した。 2004年以降は活動の場をアメリカに移し、チャンプカーに参戦。2005年トロントで初勝利し、通算4勝の実績を残す。2008年からは、チャンプカーのインディカーとの統合に伴いインディカーに、ニューマンハースレーシングから参戦。第16戦でトロイトで初勝利を挙げた。年間ポイントランキングでは11位に入り、ルーキーの中では、武藤秀則に次いで2位であった。 2009年は、ニューマンハースレーシングのシートを失ったが、デールコインレーシングのシートを獲得し引き続き、インディカーに参戦。開幕戦のセントピーターズバーグではチームにとって、共に最上位である予選2位、決勝3位のリザルトを残すと、第9戦、ワットキンスグレンでは、予選2位から逆転で優勝を飾り、チームに、旧インディカー時代から通算で参戦23年目での、 初優勝をもたらした。年間ポイントランキングでは9位に入った。また、この年の2強チームであった、ペンスキー、チップがッシー以外で勝利を挙げた、唯一のドライバーであった。2010年は、ドレイヤーレインボールドレーシングからインディカーに参戦。第2戦のセントピーターズバーグと第4戦のロングビーチで2位表彰台を獲得した。また、第10戦のトロントでは、 自身初のポールポジションを獲得すると、決勝でも優勝争いを展開し、最多リードラップを記録したもののレース終盤にスピンをして遅れたこともあり7位フィニッシュにとどまった。結局この年は勝利を上げることはできず、年間ポイントランキングは11位だった。2011年も前年に引き続きドレイヤーレインボールドレーシングからインディカーに参戦している。2012年には、 フルスネールコインレーシングに移籍、テキサスでオーバル初優勝を記録した。2015年シーズンから、アンドレッティオートスポーツに移籍。第14戦ミッドオハイオでは、予選14番手から巻き返し、グレアム・レイ・ホールトンのバトルに敗れながらも、2位、表彰台も獲得した。2015年8月23日に行われた、第15戦ポコノでのレース中、単独スピンで、 ウォールにクラッシュした政治カラムのマシンから飛散したやや大きめのパーツ片がヘルメットを直撃。意識を失ったウィルソンのマシンは惰性でイン側のウォールに接触し停止した。直ちにセーフティークルーによってマシンから救出されたウィルソンはドクターヘリでアレンタウンのリーハイバレーシーダークレスと病院に搬送されたが当日深夜、ウィルソンが意識不明の帰得状態であることが インディーカーより発表された。ドライバー仲間や、モータースポーツ界からも回復を祈る声が寄せられたが、翌8月24日、意識が戻ることがないまま、同病院にて死去した。37歳ボーツウィルソンの事故の1ヶ月前には、かつて参戦していた F1 でもレース中の事故で頭部に、大怪我を負ったジュールビアンキが亡くなったばかりであったため、この事故は、F1 界にも、 大きな衝撃を与え、頭部保護デバイスの導入の議論が加熱することとなり、F1 では、ヘイローと呼ばれる頭部保護デバイスが導入されることとなったほか、インディカーでも、頭部保護の一環として、エアロスクリーンが導入されることとなった。ウィルソンは、自らのレース活動を支えるための企業である、ジャスティン・ウィルソン PLC を設立し、この企業への出資を募ることで、 レース参戦資金を確保している。これは、多くの新人ドライバーが、少数の企業や、資産家から直接資金援助を受けていることに対して、独特な手法である。国際 F3000 選手権、ワールドシリーズ by 日産 F1、世界選手権フォーミュラ e ーチャンプカーワールド、シリーズインディカーシリーズインディ500ルマン24時間レースデートな24時間レース。ありがとうございます。